ウィリアム・ウィリアムズによるベンジャミン・レイのエベンジャミン・レイはイギリス出身で後に北米のペンシルベニア植民地に渡ったクエーカー教徒の博愛主義者で奴隷制度廃止論者。イングランドのコルチェスターでクエーカー教徒の両親のもとに生まれた。農場の労働者と羊飼いとして働いた後に手袋作りの見習いとなり、その後ロンドンへ移って21歳で生員になった。後に イングランドへ戻り、1718年までに、サラスミスと結婚した。奴隷制に対する例の考え方は、戦員時代の経験によって形作られたものであると、いい戦員の連帯の倫理という船乗りの伝統と関連づける説もある。コルチェスターに戻った例は、自身の高い道徳基準に達しない他の人々に、対して遠慮なくものを言ったので、 クエーカー京都のコミュニティでトラブルになった。1718年にバルバドスへ移って雑貨店を開き、そこで奴隷への苦難を目にする。間もなく自身のクエーカーの求心主義に後押しされた例の奴隷制度廃止論の心情は、奴隷制と奴隷売買から広く利益を得ていた人々に嫌がられるようになった。1731年。 北米のペンシルベニア植民地へ渡り、フィラデルフィア近郊のアビントンに住んだ。アビントンにおいて例は、奴隷制に対する、最も早くかつ最も熱心な反対者の一人であった。その後の活動については、活動を参照。1759年に、アビントンで亡くなり、ジェンキンタウンのアビントンフレンズスクールにあるアビントン、フレンズミーティング墓地に埋葬された。 奴隷制度に対するベンジャミンレイの避難バルバドスにて、レイが初めて奴隷制への反対を主張したのは、所有者に再び殴られることよりも自殺することを選んだ奴隷の男を見た時であった。奴隷制へのレイの情熱的な敵意の一部は、クエーカーとしての信仰に後押しされていた。レイは監修に反対して、いくつかの劇的なデモンストレーションを行った。ある時は、冬の雪の中、 クエーカーの会合が行われているところで屋外に街頭なしで立ち、少なくとも片方の足を裸足にしていた。通行人が例の健康を気遣うと、奴隷は冬にこのような服装で屋外で仕事をさせられていると例は語った。ある時には奴隷所有者の子息を一時的に誘拐し、親類が海の向こうに売られた時にアフリカ人が何を感じるかを彼らに示した。 例の最も著名な活動は、1738年に、クエーカーのフィラデルフィアイアリーミーティングにおいて行ったものであった。例は、兵士の格好をし、神のもとに、すべての人間は平等であるべきだと述べる聖書の記述を引用して、奴隷制を激しく非難する演説を行った。聖書の中に、地のように赤い養子や孫棒の果汁を入れた袋を、挟み、そこへ剣を差し入れ、 その赤い汁を周りに飛び散らせた。生涯に200以上の小冊子を発行した。そのほとんどは当時の社会制度に反対する情熱的な論争であり、特に奴隷制度、死刑制度、牢獄制度、裕福なペンシルベニアのクエーカーなどを批判した。霊はおよそ4フィートの身長であり、猫背と突き出した胸を持ち、足は腕と同じ長さであった。最初主義で、 牛乳と水しか飲まなかった。人間は他の動物に優越するわけではないと信じており、奴隷が働く工場で作られた服をボイコットし、動物を搾取しないために、ウールも使わず、甘から自分で作った服を着た。他の動物の生命を奪って作られたものや、奴隷労働によって供給されたものを用いることはなかった。洞窟の中に小屋を作って住み、リンゴ、ジャガイモ、カボチャ、 株、メロンなどを工作した。小冊子の中で、秘密なく、偽善的で暴虐で、悪魔のようでさえあると描写した社会に参画することを拒み、ほぼ完全な自給自足の生活をした。例の威風は、奴隷制度廃止論者を何世代にもわたって、拳し続けた。19世紀の初頭から半ばにかけて、クエーカー京都の奴隷制度廃止論者の家に、例の絵があるのは、 ありふれたことだった。ありがとうございます。